おはようございます。 YouTube 健康セミナー大輝です。本日ご紹介させていただくのは森下圭一先生の血液をきれいにして病気を防ぐ治す50歳からの食養生というご著書です。森下先生、こういった方で腸管造血説、経絡造血説といった今言われている医学、栄養学なんかの常識とはまたちょっと違う観点から人間の体というものを分かりやすく教えてくださっている方なんですね。このチャンネルでも何度もご紹介させていただいております石原由美先生なんかも非常に感銘を受けたよとおっしゃってるほど素晴らしい先生で、世界的にですね、長寿地域の研究において第一人者と言われているぐらいの素晴らしい方なんですね。で、この森下先生の本だと最強の自然医学健康法というものもこちらのチャンネルでご紹介させていただいておりますので、ぜひね、そちらも合わせてご覧いただけますと、より理解が深まるかなと思います。はい、というわけで今回の動画のゴールなんですけれども、50歳からの食養生って言われてるんですが、もうこれ全ての年代の方にぜひ読んでいただきたい非常にわかりやすいお話になっております。その内容をですね、腑に落とし込んで森下自然医学を知って実践して健康長寿を手に入れましょうというのがですね、ゴールになっております。で、このことを知らなければ老後は薬漬けになって寝たきりになってしまうのが一般的なことなんだ、当たり前なんだというようなですね、間違った常識のもとに大切なね、老後の素晴らしい時間というのを間違ったね、過ごし方をしてしまいますよということです。森下先生、こちらの本の中で人生100年時代を多くの人に元気に過ごしてほしいんだというような思いを語ってくれているので、ぜひですね、その思いに応えるためにも今回ですね、こちらの本も一緒に学んでいただけますと嬉しいです。はい、それではですね、今回こちらの本の紹介動画2回に分けます。前半後半ですね。で、こちら7章構成になっているので、前半では序章から3章までお話ししていきたいなと思っております。それでは中身ですね、序章に行く前に初めにというところで森下先生ですね、問題提起をしてくれてるんですけれども、1つ目、医学というものは進化した、進歩したと非常にね言われてるんだけれども、これ若くして亡くなる方がどんどん増えてる、多すぎる、50代60代で癌になるとかね、著名人有名人でも多いですよね。こういった方が多いのは一体なぜなんだということ、本当に医学は進歩してるんだろうかということですね。そしてその病気になる原因っていうのは血液の汚れがまず一番の大元の原因になってますよということなんですよ。で、その血液の汚れを作り出すのは食事なので、食生活が健康の鍵を握る。だからこの本はタイトルが50歳からの食養生という言葉なんですけれども、まあ薬を使わずにですね、治療するというのが森下先生の理論で、玄米菜食によるイカ作用ってここに書かせてもらったんですけども、食事というのはですね、食べたらその食べたものが身につく、これを同化と言いますね。それで食べ物の質が悪ければ、間違ったものを食べてるとそれと一緒に病気も同化してしまうよという考えなんですね。で、逆にですね、治癒の過程というのは異化作用、そのついてしまったものを体の外に出す。で、これはですね、断食、ファスティングとかって言われてるものですね、こういったものが必要になってくるんだけど、これをずっとやるっていうわけにもいかないじゃないですか。だからその時に玄米菜食というものをしていれば、それを命綱にしながら長期間ですね、断食と同じように異化作用、体を治癒する作用を起こすことができますよ、解毒することができますよということなんですね。で、この予防医学的な考えって、今ですね、食事大事にしようねとかいろいろ言われてるんだけど、これはですね、何も今始まった話、新しい考えではなくて、ずっと昔から日本人が大切にしてきたものなんだよ、本来日本人がやるべきというか、ずっとやってきたのはこっちなんだというようなことで、この未病、まだ病気が発症してない時点でこれも治してしまいましょうね、慢性病、急性病、いろんなのあるけど全部ですね、防ぎましょうという、この食養生という言葉自体が食べ物で生命を養うという意味なので、こういった言葉があること自体、日本人というのは実はこれを非常に大切にしてきた民族なんですね。はい、そこで序章に入っていくんですけれども、薬は病気を治すのかということで、
現代人は昔より衰えてますよと森下先生教えてくれてるんですけれども、まず代謝機能が低下してます。エネルギーを作り出してそれを使って細胞を生まれ変わらせたりとかっていうですね、全般のこと代謝機能って言うんですけれども、この代謝機能が低下してます。で、排毒もできないんですね。で、そうなってくるとですね、毒素が溜まっていろんな病気になりやすくなるんですけれども、まあこの原因にもなってるんですけれども、食生活がとにかく乱れてきてますよということなんですね。食品の質が悪くなってるっていうのも一つあるんですけれども、選び方をですね、知らない人が非常に増えてるということもあると思います。まあこういったことが原因になって、若くして病気になって亡くなる方が多い、いわゆる逆さ仏現象ですね。子供の葬儀を親がするというような、こういったですね、ちょっと異常事態がすごく多くなってきてますよということなんですよ。で、そういった現象をまあ解決していくためにもですね、病気になったらそれを原因からしっかり根治させていく必要がありますよということなんですけれども、お薬というのはですね、決してこの原因にアプローチしてくれるわけではないので、根治はしてくれませんよということなんですね。この考えというのは非常に素晴らしいなと思って、これは僕のね考えなんですが、ドブがねわーっとこう水がこう溢れてきてるところに蓋を無理やりしてもね、他のところが溢れてくるのと一緒で、お薬でここの症状にはこれ、この症状にはこれってやってても、自分の生き方とか考え方、食事の仕方を直してくれるような、その根本にアプローチしてくれるようなお薬って絶対にないので、まずですね、自分の考え方、生き方全般をですね、こうやっていろんなことを学んで改善していくというのが必要なんじゃないかなと思っております。で、そこでですね、3つ目、薬も血液を汚しますよというふうに森下先生教えてくれてて、その万能のように言われているお薬というもの、化学薬品というものは人体にとって最大のストレスになりかねませんよということなんですね。これ森下先生ご自身の経験で、小さい頃にですね、ものすごくこう腎臓が悪くなって体が弱ったそうなんですね。で、お父さんがお医者さんで、普段はね薬飲むなよって言われてたそうなんですけれども、この時ばかりはまあ飲ませられたというかね、飲んだそうなんですよ。で、その時に飲んだらですね、まあ良くなったかもしれないんだけれども、その80年後ですね、なんと血尿からこのお薬の成分が出てきたんだということなんですよ。で、しかも普通の生活をして80年じゃなくて、玄米菜食とかをしっかりやって、排毒排泄というものを心がけて50年以上それをやった結果、やっと出てきたということで、体の中にものすごく残りやすいんだということなんですね。なのでですね、これを全く否定してしまうことではなくて、もちろん救急の時とかっていうのは絶対に必要なんですけれども、そうではなくて、慢性的なものとかで自分のね体に自分で向き合っていけばしっかり治るようなものは、あまり頼りすぎることなく上手に付き合っていくというのが必要なんじゃないかなと思っております。はい、それでは第1章いきましょう。風土が違えば病気も異なるということで、風土、その土地に合った食べ物というものが人間を作っていきますよということで、実は西洋ではパンや牛乳やお肉を食べるのって、簡単に言うと、まあ寒い地域が多かったり、土壌、まあ土の状態とかがなかなか野菜とかを育てるのに適してなかったりしたそうなんですね。だからしょうがなくね、こういう食生活になっていった。で、一方で東洋というのは、お米とか野菜とか魚を食べるのっていうのは、同じように米を作りやすかったり、野菜が作りやすかったりですね、海がね、たくさんありますから、魚を取れるというね、こういった風土があったんですよね。土壌的にも土的にもものすごくね、野菜とかも育てやすかったそうなんですよ。で、この食生活というものが非常にですね、考え方、生き方に影響を与えておりまして、西洋文化というのは
理論的であったり科学的であったり分析的であると。これはですね、その厳しい環境の中で生きていかなければいけないので、こうやって合理的に生きるというのが自然と身についていったということなんですね。一方で日本人含めて東洋はですね、比較的過ごしやすい気候ということもあって、情緒的であったり感覚的であったり、まあ総合的、全体的に見るというですね、分析せずに大きな視点で見るというような、こういった考え方が一般的に身についていったよということなんですが、今じゃあ日本どうなってますかというと、どちらかというと西洋的なものになってますよね。これは僕の考えなんですけれども、こういう話をすると、じゃあやっぱりね、日本的な東洋的なものがいいじゃないかとね、こう簡単に判断してしまう方もいらっしゃると思うんですが、実はそうではなくて、この日本人だからこそこの西洋的なものも知って、東洋的なものがもともとね根付いている日本人だからこそ、どっちもいいとこ取りをして、みんなの役に立つようなね、こう考え方とか、そういった生き方というものを提案していけるんじゃないかなと思っております。これはアボトール先生なんかもですね、西洋医学東洋医学のいいとこを取った総合した統合医療というものをですね、理想だよというふうにおっしゃっておりました。はい、それではですね、この二つ目なんですけれども、食事戦争ってどういうことですかというと、第二次世界大戦ですね。これは食事の戦争であったというふうに、日本人というのはですね、まあ、いわゆる洗脳という言葉をあんまり使いたくないんですが、そういうふうに植え付けられてきたという部分があって、何かというと、日本人はお米とか味噌汁みたいな、そんなね、粗食をしてたからエネルギーが出なくて負けたんですよと。我々欧米はですね、血の滴るようなステーキを食べてパワーをね、みなぎらせて戦ったから勝ったんですよと、こういうような、教え方を戦後されてたそうなんですよ。だからみんなお肉食べようね、我々に習ってパン食べようねというような、こういうね、お話が実際にあったらしくて、そこで森下先生たちは、いやいやそうじゃないと、日本食を大切にしようというような運動を続けてきたそうなんですね。それからそれにですね、また伴って三つ目、風土、農業、食生活、この何を食べるかっていうものも大事なんですけれども、日常の今まで食べてきた日本の食品自体もこれ劣化してきてますよということで、なぜですかというと、まあ、化学農法であったり、食品に関して言うと添加物をつけてみたりとか、まあ、その農薬とかってね、よく言われてるものもそうなんですけども、そういったもので日本の土地自体、土壌自体が豊かな栄養を持ってた時に比べるとどんどん悪くなってきてるので、これをですね、風土、農業、食生活、三位一体でしっかり改善していかなければいけませんねと教えてくれてるんですね。ただこれはですね、いろんな問題があるので、どうしても難しい部分はあるんですよというところで、これは僕の考えなんですけれども、やっぱりね、これは一人一人の意識の仕方かなと思います。絶対ですね、そういうのはもうやめろとかね、農薬絶対反対とか、そういう大きな声でね、すごい運動しろとか、そういうわけではなくて、もちろんその農薬というものがあるおかげでですね、食事というのが満足にね、みんなができるようになってきたとか、いろいろですね、いい面というのも必ずあるはずなので、そのバランスですよね。ものすごい目くじら立てて、絶対農薬はダメなのよとかやってると、その人果たして健康的って言えるのかなって僕はね、すごく感じるので、できるだけまあ中庸というか、ただそれでも一人一人のね、何を買うかとかっていう選択って非常に大事になってくると思うので、あんまりね、怒りすぎずに自分のね、体を自分で知識をつけて守っていく、で周りの人に伝えていく、こういうところからがいいのかなと思っております。まあそういったところも含めてですね、森下先生教えてくれてるのは、排毒すればいいんだよねと。つまりそんだけね、食品が劣化してきた、添加物あるかもしれない、だけどとにかくね、排毒できる体を作っておけば安心だからということで、まあそのために玄米菜食というものをお勧めしてくれてるんですね。で、中に玄米はね、農薬がいっぱい残ってると
かいろいろあるんですけれども、そうやって言われる人もいるんですが、森下先生は玄米の中に含まれている成分、まあぬかですね、ぬかの部分にある成分というのが、これ体の中でそういったものを無害化してくれる、出してくれるという力がありますので、逆に言うと白米食べてる人より玄米食べてる人の方がこの体の中に残ってるその有害な物質というのは少ないというようなね結果も出てるんだよと教えてくれております。髪の毛こうやって抜いて水銀がどれだけ残ってるとかっていうのもね、調査した結果玄米の方が少なかったそうなんですね。はい、それでは今度は第2章ですね。肉食タンパク源は無用だということで、肉食こそパワーの源である正しい食事であるというふうにですね言われてきた人も多いと思いますし、僕も小さな頃そうやって言われた記憶はあります。タンパク質が大事みたいなね、タンパク質は大事かもしれないけれども、何も動物じゃなくていいというようなお話は結構聞いたことあると思うんですよ。ただですね、森下先生が言ってるのは、実はタンパク質がものすごい大事ですかというと、そうでもないよということなんですね。そのことがわかるお話ちょっとしていきます。スポーツ界でもまず国際色の方が増えてきてますよということで、西武ライオンズがめちゃくちゃ強かった時代、プロ野球ですね、プロ野球の西武ライオンズという球団が過去にですねものすごい強かった時代があって、この時っていうのは広岡達郎さんという方がご指導されてた、まあ監督さんだったらしいんですけれども、この時に森下先生を呼んで国際食のお話をしてもらって、まあ、玄米菜食をしていった結果、故障者というものが12球団の中で一番少なくて、なおかつまあ2連覇したというようなねことで、ものすごいパワーを発揮しなければいけない、パフォーマンスを発揮しなければいけない、あのプロ野球のね選手たちも玄米菜食でも十分ねお肉食べなくてもやっていけましたよということですね。でこれ余談なんですけれども、この広岡達郎さんという方はですね、あの中村天風さんの影響なんかも非常に受けておられた方で、この広岡達郎さんのご著書なんかも非常に素晴らしいものですので、いつかですねまたご紹介させていただきたいなと思います。はい、そして二つ目ですね、世界の長寿地域というものも国際食ですよということで、ある時ですね、あるお医者さんがこの世界的なね長寿の地域に行きました。で、行ってみんなに歓迎されました。で、日本人の人がわざわざ来てくれたからといって、お肉でねいつもねめったに食べれないお肉をご馳走として出してくれたそうなんですよ。で、それをね日本人の記者とかそうやって行った人たちはたくさん食べてた。で、たくさん食べてて、実はそこでそこの地域の長寿の方たちっていうのは全然食べてなくて、みんなどうぞどうぞってね歓迎の意味で出してくれてたのに、これ帰ってきた時にですね、日本に帰ってきた時に、いや長寿の人たちもお肉たくさん食べてましたよなんていうようなことを言って、これがなんかこう広まって行ったんだっていうお話が出てくるんですが、森下先生はもうその地域にすでに何回も足を運んでて、そこが肉食をしないという地域だということを知ってたので、いやそんなわけないと思って、その土地にもう一回行った時にですね、その当時のその歓迎してくれた人たちに一人一人ねこうやって話を聞きに行ったら、ああ日本人だけですよ食べてたのはっていうようなねお話になったということで、やっぱり世界的なね長寿の地域の方というのは国際食をしてましたよ。で、主に主食ですね、穀物を主にしてましたよ、全粒粉とかを使ったナンとか食べてますよということですね。はい、そして3つ目ですね、そもそも日本人には肉というものは合わないんだよということで、まあ、腸の長さが日本人は長い、欧米人は短いと言われてるんですが、これ簡単に言うと欧米の方というのは腸を短くして早く出しておかないと、肉というのはこれ腐敗しやすくて溜まりやすいものだから、早く出そうと思ってそういう風になってるんじゃないかということで、あとは腸内にあるですね細菌ですね、これがしっかりそのタンパク質というものを分解したりどうこうっていうのではなくて、日本人というのは国際食に合わせたものになってますので、できるだけ国際食の方がいいですよということなんですね。で、4つ目ですね、肉と野菜でバランスを取りましょうと。お肉食べたい、じゃあ野菜でバランス取ればいいじゃないか、お肉で血液汚す分
野菜で血液をきれいにすれば足し算引き算でちゃんちゃんとね、解決じゃないかというようなお話よく聞くじゃないですか。んなわけないでしょということで、まずですよ、そもそも人によってそのお肉これだけ食べた時にどれだけ血液が汚れるんですか？じゃあ野菜どれだけ食べたらその血液が汚れた分のバランスを取れるんですかっていうのがわからないんですよね。人の体って一人一人違う上に腸内細菌も違えば、その食べた時の感情一つで消化の仕方とかっていうのが変わってきてしまうので、それに合わせていちいちバランス取っていくなんていうものはどうやったってこれ無理じゃないかと。そもそも目安がないのにどうやってバランス取るんですかということなんですね。だから結論としては、お肉というものは全く食べないか、またはたまに食べる、ちょっとだけ食べるとかっていうのが一番大切ですよということなんですね。で、ここは僕の考えなんですけれども、いきなり全部をやめようとかっていう話ではなくて、ダメなんですか、もうダメなんですか、もう肉食べれないならもう嫌だとかってなる人もいると思うんですよ。そういう人はね、徐々に減らしていく、こういう事実があるんだから、ちょっと体のことを考えたら徐々に減らしていこうかなとかっていうことを心に留めておくだけでもいいのかなと思います。で、そのことで覚えておいてですね、体の調子が悪くなってきたら、やっぱちょっと変えていこうかなとかっていうところからでもいいのかなと思ってます。で、体のこと本当に考えてしっかりね、やっていきたいなという方はできる限り少なくねということで、いきなりね、白か黒かみたいなところじゃなくて、グレーゾーンを設けておかないといきなりはできないと思いますので、ぜひですね、そういうふうにやってみていただければなと思います。はい、とはいえですね、肉食が与える影響ということで、ちょっとね、こういうことを知っておけば、そういう肉食を減らしていくとかっていうのもやりやすくなってくるのかなというお話ですね。まず1つ目、お肉の2分の1は三毒老廃物であると森下先生教えてくれてて、これはですね、もう死んでるものなので、これ命がなくて血液を汚してしまうものなんですよね。よく出てくるのが五臓六腑の腑というもの、特に胃腸ですね。胃腸とかっていうのはですね、これ腑って何ですかというと、空っぽになってて、食べ物とかが来たら消化して血液を作っていく、体のね、血と肉を作るというのがこの腑なんですけれども、一方でこの内臓の臓ですね、これ蔵ですよね。つまり内臓とかっていうのはしっかりですね、ここに細胞とかがギュッと詰まってるということなんですね。で、腑というのは空っぽだよということで、空っぽが正解なんですね。で、だから空腹はね、ものすごく健康にいいよとかって言われてたりするんですけれども、この空っぽの状態が通常状態で、ここにですね、肉という字が入ると、なんと腐るというものになってくるというふうに、感じてよくできてるなぁなんていうふうにね、感心したお話なんですけれども、それは置いといてですね、つまりそういうふうにですね、体の中で老廃物をどんどんね、溜め込んでしまう。もともとお肉の中にあるその三毒老廃物っていうのは、私たちが自分の体の中でね、普段の生活でできてくる老廃物を自分の力で排泄する、排毒するのと一緒で、本来はその動物が生きてる間にすることなんですよね。だけれども、もう死んじゃって食べられるためにお肉になってるから、これはできないんですよね、それが。だからできないからこそ、それをじゃあどこでやるんですかというと、私たちの体がそれを引き受けることになってしまうんですよ。だから余計に毒を溜めやすくなってしまいますよということで、動物性のね、タンパク質をよく摂る方というのは、体が非常にね、大きくなる、体格が良くなるよと言われてるんですけれども、これはですね、森下先生はこういって溜め込んだ毒というものが体にね、こう充満しないように薄めるために、体を大きくして容量を大きくしてるだけなんじゃないかなというふうに考えられてるそうなんですね。で、二つ目ですね、これ肉ではないんですけれども、牛乳とか卵というものにもこれ注意してくださいねということで、これはね、腐敗しやすくて体質によってアレルギーというのを起こしやすいものですので、体のねことを大事にしたいなという方はですね、ちょっとこれを控えてみる。でもヨーグルトは食べたいとかね、いると思うんです、そういった方
方もね。で、その時はですね、まあ、ヨーグルトはまだね、発酵させてるんでいいんですが、どうしてもこの体質的に合わないとかっていう方は、豆乳で作ったヨーグルトとか、お米で作ったヨーグルトとか、いろんなものもあるので、そういった風に工夫していくといいのかなというところですね。で、三つ目ですね。窒素雲隠れ現象。これですね、非常に難しい話で、我々の体の中に入ってきたお肉。お肉というのは、まあ、窒素がね、多い部分もあるんですけれども、この窒素が、便の中に出てこないというような現象があるんですね。つまり雲隠れ、どこ行ったのその窒素っていうことで、それをね、調べていくと、なんと体の中でこれが炭素に変わってるんだということなんですよ。で、この炭素がまた窒素に変わる。でね、もうなんだかわかんないっていう話になってくるじゃないですか。どういうことですかと、簡単にですね、わかりやすく言うと、タンパク質が入ってきますよね。動物性のタンパク質が入ってきます。で、このタンパク質というのは、私たちの体の細胞にそのままね、なるんですかというと、そんなわけがないんですよね。牛さんのね、お肉がね、私たちのこの体のお肉になったら大変なことですよね。だから、そのタンパク質を取れば全部解決ですよっていうわけではなくて、実はそのタンパク質というのは、私たちの体に合ったタンパク質に変換する必要があるので、一旦ですね、炭素に変えられるそうなんですよ。だからここで窒素が一回消えてしまうということなんですね。で、これがここに書いてある生体内元素転換とかっていう働きなんですが、その炭素、つまり炭水化物に変わると。で、炭水化物がまたですね、これが私たちの体に合ったオーダーメイドのタンパク質になって、それが細胞になっていくんですよと。まあ簡単に言うとこういう話なんですけれども、だからですね、この N ノットイコール N っていうのはタンパク質がタンパク質になるわけじゃないよということで、個々に私たちのそれぞれの体に合わせたタンパク質を作るためにはですね、実はタンパク質ではなくてね、どうせタンパク質とたって炭水化物に変換されるので、炭水化物、炭素、つまり穀物が非常に大切になってきますよということなんですよ。で、これを見るとですね、なんだ、じゃあタンパク質ね、お肉食べたってそうやって体の中で変換してまたそうやって作ってくれるなら結局一緒じゃないか。だとしたら、そんなね、なんかあんま美味しくないようなね、玄米とかそういうのを食べるよりは、お肉、美味しいステーキ食べた方がいいやって思う方もいるかもしれないんですけれども、こういうふうに一つ余計な仕事が増える。で、さらにさっき言ったような排毒しなければいけないという仕事も増える。なおかつ血液をね、汚しかねないというようなね、このデメリットというのがね、非常に大きいので、できるだけ体に負担をかけたくない方はですね、国際食の方がいいですよということになってくるんですね。はい、それでは第3章ですね。今回最後になるんですけれども、人体の造血機能は二重構造ですよと教えてくれております。で、この一番上に書いてある食べ物が血液になって、血液が体の細胞になるよというのが、森下先生のおっしゃってる理論の中で、まあ、根幹をなす部分なんですけれども、どういうことかというと、食べ物を食べますよね。で、この食べ物を食べたら、胃を通って腸に行きますよね。で、腸からですね、今度はこれが血液になります。だから食べ物の質によって血液の質が変わってきます。で、血液の質が良ければ体の細胞というのも元気で生き生きしている状態を保つことができるんですね。で、実際にですね、この腸で血液が作られるというのを腸管造血ということで教えてくれてるんですが、小腸には絨毛組織というひだひだ絨毯の毛羽みたいなのがたくさんあって、これを全部広げるとテニスコート何面分ですよとかってよく言われるんですが、よく言われてるのはこの絨毛組織で栄養を残さず吸収するんだと。これが一般的に言われてることなんですが、森下先生が言ってるのは食べたものが腸の中で、まずね、これ命に変わる前の段階、ドロドロの状態になって、これが絨毛組織にくっつくと。で、この絨毛組織にくっつくと、この前にくっついてたものが中に引っ込んで、これがですね、赤血球の元になって、今度毛細血管を通って
細い血管を通って体の中に入っていく。でその時に赤血球というものが生まれて、でそこの赤血球というものが変化していって体のあらゆる細胞になりますよということなんですね。でこの一番最初の腸の世界というのを森下先生は緑の世界であるというふうに表現してて、で血の世界は赤い世界ということで、これどういうことですかというと、私たち生き物が食べるものってこの葉緑素が元になってるんだよということで、葉緑素ってあのね、植物の葉っぱとかにあって光合成するためのもので、実はこの光合成した植物さんのおかげで人間含めて全ての生物が生かされてるんだということなんですよ。いやそうじゃない、肉食もいるじゃねえかって思うかもしれないんですけれども、肉食動物がなんで肉食してるかというと、その食べてるお肉っていうのは元々が草食動物なんですよね。肉食動物同士で食べ合うってないんですよ。で、草食動物はその食べてるものが草ですから、その動物の中に葉緑素、つまり命の元があるわけなんですね。だからそこを食べるんだということなんですよ。だから人間もですね、この葉緑素というものを野菜であるとかね、そういったものから取って、これが赤血球に変わっていく。で、葉緑素というものと赤血球というものは非常にですね、形、作りが似てて、中の核がね、マグネシウムか鉄かと、こういうところだけらしいんですけれども、まあこういう風なものもあってですね、非常にね、この葉緑素というものは大切ですよということですね。ここに関してはですね、難しい話になっていくので、このぐらいにしておきたいなと思うんですが、で、この腸管造血ってね、なかなか聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、なぜかというと、一般的に言われているのは骨髄で血液が作られるよということですよね。で、森下先生がなんで骨髄ではなくて腸だよって言ってるかというと、言うと、これ2つあったそうなんですけども、まずオタマジャクシを観察した時に、オタマジャクシって骨髄ないんですよね。だけどカエルさんと全く同じだけの血液のね、質を保ってるということで、骨髄ないのにどうやってこれ血液作ってんだろうっていうのが一番最初のね、この疑問、そこから始まったそうなんですけれども、で、あの戦後ですね、手足をこう失ってしまった患者さんがいらっしゃって、手足がないということは9割の骨髄を失っているということらしいんですね。ということで、なんとかですね、その血液の検査をさせてくれませんかということで、まあ、血液検査させてもらってですね、それ調べていったところですね、まあ、血色もいいし血液が正常なんですよね。骨髄で血が作られるとしたら、これおかしな話になってくるんですよ。だから他のところで作られてるに違いないということで、まあ、研究していった結果、腸で作られてるよということを発見したんだと教えてくれてるんですね。で、そもそもこの骨髄造血というのはですね、すごくこう限定的な条件の下で観察されたもので、10日間ずっと絶食状態にした生き物の骨髄からポンとね、できたというのを観察したよというところから始まっているそうなんですけれども、10日間も絶食するともう他にね、栄養を作る、腸で血液を作るためのものがないから、これですね、ここ一番最初、血液が体細胞になりますよと言ったんですが、これ可逆性といって元に戻ることもできるそうなんですね。だからそこの骨髄にあった細胞というものが血液に戻っただけですよとおっしゃってるんですよ。で、二つ目ですね、経絡造血説というもので、なんとですね、腸で作られるだけじゃなくて、もっと前に経絡という部分でも血液が作られるんだと教えてくれてて、これどういうことですかというと、よくですね、ソマチットとかという言葉ね、聞いたことある人もいると思うんですが、これ微小生命体というもので、ものすごいね、最小単位の生命があるんだと。で、これがですね、経絡って、あの神経とかでこう壺にこうやってやったりするじゃないですか。あの気の流れですね、エネルギーが流れる場所が経絡というところなんですけれども、ここでですね、この一番小さな生命体であるソマチットというものがエネルギーを吸収して、気という表現をされてるんですが、この気を吸収して、これがなんとリンパ球になるんだと。で、このリンパ球が赤血球になるんだということで、経絡でも血液が作られてますよということなんですね。で、この宇宙エネルギーとか
木って言われているもの、これがどれだけ素晴らしいもので人体に影響を与えるかというと、これね、人間の赤ちゃんができる過程を考えてみるとわかるんですけれども、人間というものが38億年かけて進化してきたものをたった戸月10日でお母さんのこのお腹の中でしてしまうんですよね。だからこれ1日で約1000万年の進化を行ってるんだということで、これがお母さんが食べたものだけのエネルギーでできるわけがないでしょと。これはしっかりそういったエネルギー、気の力があるからだよということなんですね。はい。で、この生命エネルギーをですね、測ることができるんだということで、それを表した数値を森下先生、機能値というふうな言葉で教えてくれてるんですが、これは赤ちゃんはですね、やっぱりもう完璧な状態らしいんですよ。だけど、加齢によってどんどんこれがですね、衰えていって、まあ、ゼロになった時に、まあ、なくなりますよということなんですけれども、これが長寿地域の人たちというのは、生まれてからこう減っていくのがものすごい緩やかなこうカーブらしいんですね。でもまあ現代の日本人とかっていうのはものすごい急激にこうやって下がっていくというようなところもあって、やっぱりその原因というのは食生活とか生活習慣、こういったところなので、ここからまずは改善していきましょうということですね。はい。というわけで今回ですね、前半ですね、食養生、実際に何食べたらいいんですかとかっていう詳しいところの前に、森下先生の理論、おさらいとしてもう一回やらせていただいたんですけれども、次回後編の方はですね、こういったことで、まあ実際に何食べたらいいんですかという、まあ答えですね、適塩玄米食とかっていうね、この玄米菜食の具体的な方法であるとかですね、症状別にこういうのがいいよっていうようなお話をさせていただきたいなと思います。はい、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。よろしければ高評価やチャンネル登録もしていただけますとすごく嬉しいです。今日もありがとうございました。